モデラーはコンピュータソフトウェアの一種でサンドカディや 3DCG のデータを可視形状にするアプリケーションのこと。数学的データで構成される形状データは効率向上のため作業中はワイヤーフレームのような暫定的な可視形状で出力される。モデラーはそれらのデータを元にモデリングするソフトウェアである。形状データに三角形面あるいは四角形面。 以上の多角形面のみを利用するものをポリゴンモデラーと呼び、多方ベジー曲線やナーブスカーブ、ナーブスサーフェイスといったスプライン曲線を利用するものをスプラインモデラーと呼ぶ。ポリゴンモデルはゲームのようなリアルタイム描画 API を利用するアプリケーションや人体や動物のような有機形状の作成に向いている。スプラインモデルは工業製品のような精度の高いカーブが要求される。 バーやブーリアン操作に向いている。モデラー上での作業中に表示されるプレビューはあくまで簡易的なものであり、プレビューには主にオープングルやダイレクト、3D といったリアルタイム描画 API による局所証明が使用される。モデラーにより作成された形状データを使用して、レートレーシングやラジオシティなどの厳密な光源計算手法を用いて、静止画像や動画を作成するには、 ベッドレンダラーと呼ばれるソフトウェアを使う必要がある。3DS Max 山やソフトイメージのような統合 3DCG ソフトでは、モデラーとレンダラーの機能が統合されていることが多い。ありがとうございます。